皆さんこんにちは、 SGP フォレスター TV です。さあ皆様、新型レヴォーグの試乗会の模様はですね、ご覧いただけましたでしょうか。ただいまですね、新型レヴォーグの試乗会が終わりまして、帰路についているところなんですけれども、いやー、今回ね、新型レヴォーグマジやばいっす。本当に今ね、フォレスターで帰ってますけれども、正直いやー、新型レヴォーグで帰りたいと思った次第でございます。で、今回の動画はですね、この新型レヴォーグのね、試乗会を通して私がね、何を感じたかどうかっていうのをお届けしようかなと思いますので、ぜひですね、ご覧いただければと思います。まずですね、私がね、感じた新型レヴォーグですけれども、今回ね、新型レヴォーグの、試乗プログラムとしてドライブモードセレクトの体験、そしてアイサイト X の体験とやらさせていただきましたけれども、まずね、ドライブモードセレクトについてね、ちょっとお話ししていこうかと思います。で、今回新型レヴォーグの STI スポーツというグレードにはドライブモードセレクトがね、標準装備されます。それは何かというと、要はキャラ編とね言われていますけれども、コンフォート、ノーマル、スポーツ、スポーツプラスとかね、いろいろ、モード設定を切り替えることによって、その新型レヴォーグ1台でキャラが変わる、奥様が乗ってもご主人が乗っても満足がいくね、そういった、車になっているといったところでした。で、新型レヴォーグの試乗前に旧型の、レヴォーグをね、試乗させていただきましたけれども、もう新旧の違いがね、もう大きすぎる、本当に。旧型のレヴォーグで、段差でね、1回でこう収まんなかったところが、新型レヴォーグだとビタッと、もう気持ちよくね、1回で、収まったりしたので、もうその辺はね、もう明らかに違うぞといった印象もあります。実際にね、ドライブモードセレクトで使ってみた印象としては、 STI スポーツに搭載されている、電子制御サスペンションは、フロントのサスペンションの動きに対して、リアの減衰を調整してくれるっていうね、そんな、機能もあったりして、どのモードにしても乗り心地は本当にいいなと思いました。で、コンフォートでも決して柔らかすぎず、ふにゃふにゃっていう感じはなくて、本当しっかりとした乗り心地の良さっていうのを感じることができましたので、これはね、正直驚きました。スポーツプラスにしても、車のね、しっかり感っていうのはね、すごい伝わってくるんですけれども、決して硬さっていうのはそんなに伝わってこなくて、路面の状況に合わせてしっかりと電子制御サスペンションが減衰力を調整してくれるので、もう全く下からのね、ガンガンっていう変なね、突き上げ感っていうのは本当に全くないっていう印象です。そして、アクセルレスポンスなんですけれども、今回ね、CB18 という 1.8 リッターターボが、この新型レヴォーグには乗りましたけれども、本当ね、おそらく NA から、乗り換えた方でもなんかこう違和感なく乗れるぞというね、そんなね、印象を受けましたね。普段ね、私 2.5 リッターの、FB25 NA に乗ってますけれども、そのアクセルのダイレクト感っていうのもあるし、とてもね、乗りやすいなと思いました。で、さらにアクセルをこうちょっと踏んでいった時の力っていうのもね、感じられたので、この辺はちょっとね、 CB18 なかなか面白いぞというね、そんな印象があります。で、次はね、ハンドリングですけれども、このね、ハンドリングがマジやばいっす。本当にもうね、旧型と新型を乗り比べると滑らかさがもう全然違うといったね、印象を受けました。なんというかね、ハンドルにこうざらつきがないというか、もう本当ね、本当気持ちがいいっていう表現がね、一番合っているなっていう感じです。もうハンドル操作に対しての車のね、動きっていうのもすごいしっとり滑らか素直だし、
本当ね、新型レヴォーグのハンドリングっていうのはもう絶品だと思いました。今こうやってフォレスターでね帰ってハンドルをね動かしてますけれども、もう全くと言っていいほどもうハンドルの印象はもう全然違います。あれはねちょっと衝撃でした。そして、ブレーキですけれども、もうねSGP に変わってきている、車両のブレーキっていうのは本当にねダイレクト感もあって気持ちよさもあって結構個人的にはね好みなんですけれども、新型レヴォーグのブレーキもね絶品、本当に絶品。もう踏み心地もいいし、すごい扱いやすいなという印象ですね。なんかこう今回ね試乗させていただいて、本当ねなんつうかな、不満がない、火の打ち所がないというか、もうそんなレベルっていうね、そんな印象でございます。で、自分の場合は、SGP に変わったインプレッサに乗った時にもう結構衝撃を感じて、スバルに乗ろうと、決めたわけですけれども、今回のレヴォーグはそれをねもうはるかに上回ったところにあるなというね、そんな印象です。新型のインプレッサが出て次 XV フォレスターってね、続いて登場して SGP にね変わってきてますけれども、 XV フォレスターって新型のインプレッサスポーツが良かったので、なんとなくね想像できたんですよ。あ、これぐらいだろうなっていう感じ。あ、やっぱりいい車だよね。ね、XV。そして、フォレスターの、初めてね、試乗した時も、やっぱり SGP に変わった車はいいなって思ったんですけれども、今回の新型レヴォーグを試乗してみて、もう、なんというかね、もう、やっぱりいいな、すげえいいなじゃなくて、もう、はるか上に行っちゃったなっていうね、そんな感じですね。なので、個人的には、新型のレヴォーグがね、これから の新しいね、スバルの、基本となってくるとは思うので、これからのね、スバルがむちゃくちゃ楽しみになりました。おそらく今回のね、新型レヴォーグに乗っているものは、これからの、新しくなっていくスバル車にね、乗ってくるとは思うので、本当にね、これからのスバルは楽しみです。本当に楽しみ。そんなね、試乗会でした。で、このあたりはね、以前配信した、新型レヴォーグの試乗会の、模様をですね、ご覧いただければと思いますので、ぜひそちらもですね、ご覧いただきたいと思います。さあ、次はですね、アイサイト X について、お話ししていきたいと思いますけれども、いや、初めて、アイサイト X をね、私自身使ったわけですが、普段ですね、アイサイトツーリングアシストを多用している私でもね、このアイサイト X のレベルはもうむちゃくちゃ高いぞというね、印象を受けました。もうなんというか、アイサイト X も、これまでのアイサイトの歴史があってアイサイト X が、誕生したといった、感じだとは思うんですけれども、もう今のアイサイトツーリングアシストとアイサイト X はもう別の線路を、走っているなというね、そんな印象ですね。なのでもう全くもってこういった今アイサイト使いますけれども、前方とのその加減速の緻密さとか、あとはアイサイト X にはウインカーを操作して、後方から車が来てないぞっていう時はハンドルがね、こうハンドル制御を車がやってくれるっていうね、そんな機能もありますけれども、それもね本当に人間以上に滑らかっていうのにすごい驚きました。で、アイサイトツーリングアシストの場合は後席にね、例えば後席に人間が乗っていて、これアイサイトツーリングアシストが制御しているのか人間が制御しているのかってわからないレベルだとは思うんですけれども、アイサイト X の場合は助手席に人間が乗っててもこの車が
アイサイト X が制御しているのか人間が制御しているのかっていうのがわからない、そんなレベルです、はっきり言って。だからもうなんというか、これまでのアイサイトツーリングアシストの感覚じゃないぞという感じですね。でどうしてもやっぱりアイサイトツーリングアシストはステレオカメラだけで認識しているので、ふらつきであったりトンネルの中にね入る際とか出た際のちょっとレーンを見失う感じを どこ行ったらいいんだって見失う感じが出たりしてしまうケースもあったんですけれども、今回のアイサイト X はもう導きというね衛星からもですねこの車を見ているので、そういったもうふらつきはないということでした。いやこのあたりはね正直本当にびっくりします。そして時速50キロ以下になるとハンズフリーが可能ということですよね。やっぱりハンドルからね手を離すことに対してやっぱり不安感とか、本当にねこれ大丈夫なのと思う、ことがあるとは思うんです。で私自身もアイサイト X をね体験試乗してる際、本当にこのハンズフリーやってね膝に手を置いて大丈夫なのかなと思っていたんですけれども、もうですねちゃんとレーンを認識して全くブレることなく綺麗に車線をね流してくれるので、いやこれはね正直ぶったまげました。個人的に一番良かったのはドライバーが何かあって意識を失って急変した際に車が自動停止まで持って行ってくれるっていうのがものすごい、これはすごい機能だなというね印象がありましたね。でさらにすごいことはレーンの例えばカーブですね、カーブの区間では停止はしないでちゃんと直線に入ってから停止をするっていうことですね。多分他の、メーカーさんの車、輸入車さんの車だと例えばこう自動停止まで持って行ってくれるっていうね、そんな機能はあったりするんですけれども、このカーブ区間で停止させないっていう機能はね、おそらくスバルのみじゃないかなと思いますので、いやーこれはやっぱりこのスバルらしさ、安心安全をね歌っているねスバルらしさっていうのを感じましたね。運転していて、レーンキープとかあとは車線変更とかその辺はね、ドライバーがやろうと思えば、できることだとは思うんです。もうドライバーが意識を失ってはもう何もできない、そしてその車は停止することなく周りの車も巻き添えにして大きな大事故を起こしてしまうかもしれない。でさらに同乗者がいた場合は同乗者に重いね怪我を負わせてしまうかもしれない、そしてもしかしたら、命のね危険につながってしまうかもしれない、そういったことがね起こりうるんですけれども、この新型レヴォーグに搭載されているアイサイト X がついていれば、もしドライバーが意識を失って何もすることができなくなった場合でも、車はそのドライバーのね状況を認識してゆっくり減速して最後は停止まで持って行ってくれるというね、機能がついているので、ここら辺は本当に安心できるなと思いました。正直アイサイト X 非搭載の車でも、新世代アイサイトが乗ってくるので、それもありなのかなと個人的には思いましたけれども、今回のね試乗体験を通じて感じたことは、アイサイト X を乗せることでプラス35万円にはなりますけれども、この35万円は本当に命にはね変えられないものなので、もうこれから新型レヴォーグ、購入しようと思っている方はもう絶対にアイサイト X は搭載した方がいいです。もうそれぐらい私はこのアイサイト X の重要性必要性っていうのを感じました。
はい、ということでね、今回はですね、新型レヴォーグの、試乗会帰りにですね、ちょっと新型レヴォーグの試乗会を振り返ってみて、まあ、私がね感じたことをお届けさせていただきました。で、この新型レヴォーグもう先行受注でね、購入されている方いっぱいいらっしゃるかと思いますけれども、まあ、これは間違いなくもう本当に購入しちゃってもう大正解っていう車でしたので、もうこれはね本当ご期待いただければと思います。そしてこれから購入しようかなと考えている方、これからね初めてスバル新型レヴォーグ購入しようとかなと考えている方、ぜひぜひ私はおすすめします。はい、まあね、自分がねスバル乗ってるからっていうわけではないんですけれども、本当にこの新型レヴォーグの乗り味、操縦性、さらにはアイサイト X、 お値段以上のものがありますので、買って損はしない車だと思いました。で、私はですね、なんで買わなかったのかというと、やっぱりね、後席に3人乗せた時にっていうところがあったので買わなかったんですけれども、私がもし4人家族だったらもう先行受注で買ってたなというね印象がありますので、ぜひぜひ皆様この新型レヴォーグ、買わないまでもね試乗をしていただいて、この良さをぜひぜひ味わっていただきたいなと思いますので、皆様お楽しみにしてください。ということで今回の動画ですね、これにて終わりたいと思います。引き続きですね、皆様チャンネル登録お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。それではね、また次の動画でお会いしましょう。